好きなものはお腹いっぱい食べたいよね。運動は？ああ、やっぱりめんどくさいよね。うんうん、わかるわかる。でもね、そんな生活していたら健康で楽しい毎日は送れなくなっちゃうよね。ああ、でも大丈夫、心配しないで。ちょっとだけ毎日の生活を工夫すれば健康で長生きできるようになるから。毎日の生活にプラス野菜1皿マイナス塩分 3g プラス運動10分ね、簡単そうでしょ。じゃあ早速始めましょう。ゴロッチとやってみよう、プラスマイナスチャレンジ。ゴロッチ、最近どう？ちゃんとお家で自炊してる？あら、でも外食の時も意識的に野菜を食べてるよね。もちろん。まさか、まあゴロッチに限ってそんなことはないよね。ブブー、外食はね、意識しないと野菜不足になりがちなんだよ。私、ゴロッチのことがとっても心配なの。外食するなら、できるだけ付け合わせの野菜がついている定食メニューを選んでほしいな。麺類や丼、カレーなどの単品を選ぶ場合は、野菜料理を一皿でいいからつけてほしいな。もし、野菜料理を一皿つけられない場合も、単品メニューでこんな風に意識して料理を選ぶと野菜が取りやすいよ。どう？これぐらいなら意識してできるでしょ？いい、私のためじゃなくて自分の健康のために頑張って。そうだよね、目で見えないもんね。でも最近では減塩とか塩分カットとか低塩分などの表示がついた塩分を控えた商品が増えてきているんだよ。お、できるクマは違うね。じゃあ塩分を摂りすぎると何が悪いかというと、塩分に含まれているナトリウムが血圧を上昇させて高血圧の原因になったり血管に負担をかけるからなんだけど、これは知ってた？実は塩分の摂りすぎを防ぐためには減塩だけでなく、ナトリウムを体外へ排出する作用のあるカリウムを積極的に摂ることも重要なの。そう、カリウムは新鮮な野菜や果物、海藻類、キノコ類などに多く含まれているの。でもカリウムには弱点があって熱に弱いの。だから加熱時間をできるだけ短くしたり、生で食べたり、汁ごと食べたりするなど工夫してみてね。今日のプラス10分運動は足首体操で O 脚予防、尿漏れ予防です。頑張りましょう。それでは足を組んでみましょう。さあ、左の足を上にかけて上手に足が組めますか？さあ、足が外側に開いてたり膝と膝が上手に重ならないことないでしょうか？実は O 脚気味の方が増えてます。さあ、そうならないために足をかけて
さあ、ももの外側を撫でていきましょう。ふーっと息を吐きながら。では、反対の足も同じように、足がうまく組めるかどうか。さあ、横、ももの外を撫でていきます。では、次は尿漏れ予防です。左の足を上にかけたら、ももとももでうーっと内側に力を入れて絞ります。息をふーっと吐いて、そうですそうです、お顔の力は抜いてふー、あと5、4、3、2、1、はい、 OK です。さあ、一回足を緩めます。反対の足も上からかけて、さあ、ももとももでぐーっと押し合いっこ、息をふーっと吐いて、お腹にもぐーっと力があります。あと5、4、3、2、1、はい、 OK です。できましたか？目標は片足30秒、頑張ってみましょう。これまでに紹介した運動を組み合わせて1日10分の運動で元気、生き生き、